皆さんこんにちは。今心臓がバツクバクな研究生のルカです。苦しい戦いですが、悔いのないよう諦めないでもらえて、最後まで頑張りたいと思ってます。新学生のエリアです。よろしくお願いします。エルジョンこれからさ、もっと上に上げてくれるための4人をやりたいですね。ナナちゃんを選ぶ理由っていうのを今からもし世界話せるんだったら話しましょう。今はまだ金がわかりました。全力で頑張るのでお願いします。おとなしいっていう印象を感じちゃうんですよね。それは何でだろう。まだ自分を全力で出せてないからだと思います。全力出せてないって、これちょっと失礼じゃないですか。ありがとうございました。はい、私はまず紙にメモをして言いたいことをまとめて家でたくさん練習して、主に何を伝えたいのかをお母さんに聞いてもらってアドバイスをもらったりします。今から文の構成を考えていきたいと思います。はい、今からルーズリーフに書いていきます。こんな感じ。反対かもしれない。準備はこれで多分バッチリです。あとはコピーして頑張りたいと思います。じゃあ1分間お願いします。はい、レイナです。私はシスターズになった時になんかすごく嬉しくて舞い上がって、初めての研究生投票があって、どうしたらみんなに投票してもらえるんだろうとたくさん考えたんですけど、惜しくもなれなくて悔しい思いをして、2回目の研究生投票の時にもその1回目の悔しさをバネに頑張ったり、インスタのストーリーでたくさんセリフもしたんですけど、残念ながらなれなくて悔しい思いをたくさんしたんですけど、今回制度が変わって研究生に昇格することができてすごく嬉しくて、その時はファンの皆さんに恩返しができたなとすごく思ったんですけど、で今回は選抜生の昇格試験があって、そんな機会はめったにないので、ここで逆転をしてファンの皆さんに恩返しをして自分の活動の幅を広げていきたいです。でこの日のためにたくさん練習もしたので、私の全力をどうか受け取ってください。お願いします。悔しい思いたくさんしてきたと思うんですけど、今自身、レイナちゃん自身は楽しくやれてるか、苦しいんですか、どっち？活動自体は楽しいんですけど、やっぱりフォロワー数とかが負けてるところがあるから、そこはやっぱ悔しいなって思います。何が原因だと思うんですか、自分では。まず表情の管理とか、そこの面がファンの人たちが何て言うんだろう、食いついてくれないと思うので、そこの面がダメだったと思う。最近はいろんな表情を鏡の前で練習したりして頑張ってます。やっぱり目が一番笑ってなくて、目の管理をした方が一番いいかな。でじゃあ今後どうしなきゃいけないかっていうと、なんだろう、やっぱりポップティーンでマッコンが出てるとか、で、あとマッコンはやっぱその表情管理ってめっちゃ上手だから、人に聞く、俺らに聞くもいいけど、こんだけさ、仲間がいるから、仲間に聞こう。はい。そうです。ありがとうございます。私は自分を客観的に見るということのコントを気をつけました。他の人が話しているときに少し不愛想だったりで、自分の声のトーンが低かったりということがあったので、次の撮影とか、その昇格した日の撮影とかでも、そこから気をつけました。
して今回もこのオーディションに直接的にの努力というよりかはこの先のことを考えて日々努力しました。これからあのこの前の2期生の子たちがオーディションを受けていた動画 YouTube をもう一回見て審査員の方々がどんな感じで質問したりするのかなとかそういうのを考えていきたいと思います。これを見ていきます。はい、 YouTube 見終わったんですけど結構厳しいっていうかもうそれは分かってたんですけどやっぱりその場での雰囲気とかによっても結構違ってくると思うので結構イメトレが大事だなって思いました。こんにちは。私の夢は雑誌のモデルになることです。私は去年ピューガルのランウェイを歩かせていただいてその際にランウェイの楽しさを知り今回大阪のランウェイがあるということで絶対にこのランウェイを歩きたいと思いました。そして私は今ラブトキガールとして活動させていただいていてとてもやりがいを感じているのでこの先もモデルとしての仕事を進めさせていただきたいなと思っています。私は今メルプチで活動しているんですけど学業に向いてメルプチだから勉強を怠るということは考えたことがなくて絶対にメルプチの活動もしながら勉強をやると決めていたので日々の努力も忘れずにしました。で今回の選抜総選挙で私はファンの子にとても支えられていたので今回の総選挙で絶対に最後まで残って私の国民に備えてみんなを笑顔にしたいです。よろしくお願いします。今回何位の目標ですか？1位です。先輩たちに勝つためには今自分は何が必要ですか？はい、やっぱり先輩方は周りを見ていて喋れないことがいたらアドバイスをしてあげたりしていてその姿に自分も入った時から心を打たれていてそのような姿になりたいので周りを見て自分は自分自身は謙虚にでも周りを見て頑張っていけるように頑張りたいです。トークの内容は、まあ、普通のことを多分言ってたんだけど、なんか聞き入っちゃったの。で、それの理由がその一番最初に言ってた声のトーンとかを変えるっていうことを言ってたから、あ、そういうことかって今ちょっと腹落ちしてて、で。レギュラー生になってなんかちょっとオーラも出てきたかなと思ってるんで、引き続き分析して頑張ってください。ありがとうございます。はい、です。ありがとうございます。自分の伝えたいことを今からノートにまとめていきたいと思います。自分が伝えたいことなんですけどまずなんかファンの子、いつも私が支えてもらってるのでファンの子への感謝。やっぱりこの選抜決定戦にどれだけかけてるかとかはを大知ってもらわないといけないと思うのでその伝え方ですよね、
どれだけ自分が頑張ってきたかっていうのを伝えられたらいいなと思うんですけど、えいえいおーあ、これイエーイ。こんにちは、研究生のマナです。私は去年の1年間シスターズとして活動してきて、今はメルペチ研究生として活動しているんですけど、楽しい思いを見てもたくさんあるんですけど、研究生昇格で昇格できなかったり、悔しい思いもたくさんしてきたんですですが、ファンの子がたくさん応してくれて、もっと頑張ろうって思えたので、その恩返しとして今回の戦いでは絶対選抜生になって、イベントにたくさん出て直接感謝を伝えられるようにとか、モデルの雑誌とかの仕事ももらって、一生懸命感謝を伝えつつ自分の中で頑張れるようにしていきたいなって思いました。なので絶対絶対選抜生になりたいです。で、私がいつもやっているしんちゃんのものまねで私の今の気持ちを伝えたいと思います。ほら、絶対選抜生になるぞ。以上です。ありがとうございます。残念だったなと思うのは、去年のシスターズオーディションの時とあんまり変わってない PR だったなっていうのが、じゃあこの1年間どうだったんだろうっていうところかな。そうね、知ってるからこそ特にそこが目立っちゃったから、もう 2,3 個欲しかったなって感じです。こんな感じでスキンケアが完了しました。まだ肌が来てないんですけど、新しいスキンケアを変えてどんどん回復が早くなってるので、もっと早くなれるようにたくさん出ましょう。じゃあお願いします。はい、ゆり研究生のゆりです。私の目標はとにかく言動などに全てにおいて自信をつけることです。で、私は例えば喋るときに声が震えがちだったりとか、目がすぐ潤んじゃったりとか、 YouTube を私がやってる YouTube を見返したときも、なんか変なこと言っちゃってないかなとかの自信のなさがすごい現れちゃって、なんか全ての発言が中途半端になってしまって、最後にやりきれよって感じだったので、できる感じだったし、この活動をしたり視聴者の前に堂々と立たないといけないので、当てにもあるので、一番よく克服したいと思います。で、そして本日のこの決定戦は各審査にチームがあると思うんですけど、メンバーの特徴とかしっかり考えて、自分の役割とか周りをもっと研究したりだとか、今後の設定に活かせることがたくさんあると思うので、それもたくさん学びたいと思います。お願いします。なんか自分は喋るときに声が震えちゃって目が潤んじゃうって言いながら
喋ると絶対そうなっちゃうから、はい、そう言わないでいいと思う。今日一日は自分はどんな人の前でも堂々と話せるんだっていう気持ちで話してください。はい、頑張ります。それだけです。そうね、表情が硬かったな、自信で頑張りますって最初言ってたけど、で、ゆりちゃんにしては頑張ってこうやったなって思ったんだけど、まだまだ足りない、自信持ってやりますぐらいの感じでいけば、そのまま声震わさずに最後までいけたと思うから、声を出してやった方がよかったね。はい、トークはよかった。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっとやっぱネガティブ発言が抜けなかったので、それは直したいなって思ったのと、あと質問の受け答えがやっぱり地味に私語彙力がちょっと足りないところがあるんで、今後のオーディションをたくさん挑戦する時もあると思うので、そこに生かしたいと思います。お願いします。はい、私はもっと YouTuber 力を伸ばしたくて、家で例えば朝起きました、メルプチメルチ始まるよ、それまで起きなんですけどみたいなのをいろんな生活の場面でたくさんやりました。いろんなキャラをなんか自分なりに作って、生活の中でなんか動画撮影の様子を自分で撮ったり、トラでも口に出して言うとか、そういうのをしてました。メルプチメルプチ始まるよ、研究生のひなとです。はい、ということで、なんとメルプチ選抜総選挙まで残り数日となりました。いや、もうね、なんかね、嬉しいやら、もう悔しい思いしたくないとか、不安とか怖いとか、でもなんかちょっと嬉しいとか、ちょっと楽しみとか、もういろんな感情が混ざりに混ざってぐっちゃぐちゃになってるんですけど、今やっぱせっかくのこのいい機会をもらえるということで、やっぱ負けず嫌いな性格でもある私は絶対に負けたくない、まあ、誰にも負けたくないし、自分も本当にもうな、その選抜生になって、こうお母さんとかお父さんお兄ちゃんの家族とか、いつも応援してくださっているファンの方々、動画を見てくださっている方々にこう恩返しをしてね、もっとこう自分が成長した姿を見てほしいなって思ってるので、自分の本気をもう全部出して挑みたいと思います。緊張してる。はい、メルプチメルプチ始まるよ、研究生のひなとです。はい、私はメルプチに入って3ヶ月経ちました。で、この3ヶ月4ヶ月の間ですごいたくさんの経験と、たくさんの研究と経験と勉強をさせてもらいました。その中で正直本当に難しくて、もう全然わかんなくて、未知の世界すぎて、例えばどうしたら動画が盛り上がるかなとか、自分のキャラが定まんないなとか、たくさん考えることがあって、なんか今も正直本当に分かんないことだらけで、私はその中で研究するっていうことの楽しさを学んで、本当にこうやってたくさんのアドバイスをもらって、こういろんな、例えば TikTok を伸ばすために自分には何が必要なのかとか、たくさん伸びている人の動画を見て自分はもっとこうした方がいい、今日の自分の反省点はこれとこれで、いいところはこれとこれっていうのを全部こう合わせて、反省したのを次の動画に出すっていうのを意識して頑張りました。で、その研究をした中で TikTok のフォロワー数が4万人ぐらい増えたんですよ。で、それが特にめっちゃ嬉しくて、これからも研究することの楽しみを自分の強みとして頑張っていこうかなと思って、で、私は中学3年生で受験生ってことで、この芸能活動を本気でやるために高校は東京に上京したいと思っているので、そのために選抜生に絶対になって
たくさんのお仕事をもらって、お仕事を何でもこなせるようなマルチタレントになりたいです。そしていつも応援してくださっているファンの方やお父さんお母さんが大好きです。パパママ大好きありがとうございました。すごい面白いなって思いましたし、笑いを作ってたじゃないですか。あれをあえてなんだろう、自分で値段にするっていうか、はいはい、あれをむしろどんどんやっていくっていう姿勢がすごいインフルエンサーとして私はすごい素晴らしい姿勢だと思って、なんかそれを YouTube にも生かしてくれるならすごいいいなって思ってます。ありがとうございます。一番意識してる先輩って誰ですか？まほこちゃんです。まほこちゃんって TikTok とかも見ててすごい思うんですけど、本当に努力家なんですよね。他のメンバーの方もすごい努力家なんですけど、まほこちゃんが私的に一番思いが伝わるっていうか、一番練ってきてると思うし、一番準備してきてるような気がして、あとその見せ方も上手だし、やっぱこうメルプチ以外にもティーの仕事とかもしてるので、まほこちゃんが一番先輩の中では強敵なのかなと思ってますね。一次審査は通過します。頑張ります。じゃあ、今日までに準備してきたことをお願いします。はい、もう私は2年間メルプチにいるので、結構私の性格とかもらってると思うので、もう専務室にマッコいないとやばいわって思ってもらえるようなアピールの仕方を考えてきました。はい、はい、なので目が開きにして聞いててください。はい、今出馬宣言動画を考えてたんですけど、どういう何しようかなってで、ね、こうやって紙に書き出そうと思って待ってことです。どうですか、みんなの夢は何ですか？私はもうすぐメルプチに入って2年になるんですけど、まず2年前ですけど、よし、バイ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 。はい、今ですね、じゃーん、原稿を書いてました。こっちにもね、さっき立てた計画があってですね、動画が1分間しかないので、その中でどれだけ自分をね、こうアピールするかっていうのがね、過去の話をして現在未来の話をするといいんじゃないかなっていうふうに。じゃあ1分間お願いします。はい、私は経済力、あ、経済力じゃなくて経済力、分析能力、努力家のところは絶対誰にも負けません。はい、私は、TikTok の、TikTok を毎日絶対に19時に出していて、それを2年間続けています。で、その中で今は20万人のフォロワー、一緒に頑張っているんですけど、視聴者を2秒で聞きつけることだったり、絶対に一つ一つの動画でツッコミどころを入れることとかを頑張ってます。はい、なのでもう一度言うんですけど、継続力、分析能力、そして努力のところは絶対負けません。はい、あと向上心も高いので、どんな企画が来ても何でも、はい、全力でやります。そして画面の向こうを想像して喋ったりしてるので、ファンの方に、ファンさんの誰だかは任せてください。はい、この、オーディションで絶対に選抜戦になって、今のメルプチをもっともっと盛り上げるのとか、研究生の子たちを引っ張っていけるような選抜戦になりたいです。ありがとうございました。得意の分析力を生かして、今日のこの自己 PR では審査員は何を見たいと思って分析して準備しました。やっぱその書かれてあった夢とか目標とかっていうのもそうだと思うし、で普段のオーディションとは違って、やっぱり今のみんなを知ってる状態でのオーディションなので、やっぱり
絶対にアピールしたいところを強く言わないといけないなって思ったり、ちょっと知らない部分、審査員とかをアピールできたらいいのかなって思います。そうですね、あの本当にまさにその通りで、あの知ってる状態でいるなっていうのみんな、まあ、その中でやっぱどういうことを自分が得意なのかとか一言でまとめられたりすると、まあ、確かにスッと入ってきやすい。分析力と、経済力経済力、はい、まあ、確かにまこちゃんの強いなところだなと思うんですけど、さすがにさすがに最初も緊張して、ああこれまじいかなと思ったけど、ちゃんと落ち返したっていうのはさすがだなと思ったのと、やっぱ他のことと違ってさすがだなと思ったのは、これって公開されるよね。でカメラ一回あるのよ。初めてカメラ意識して、リンクもしてたわ。しました。さすがだね。ありがとうございました。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。キビゴ、カモン、キビゴ、カモン。まあちょっと厳しいかもしれないんだけど、期待を超えなかったかな。